パリのシャンゼリゼ通りブールバールは、街路樹や速道などを備えた広い道路。通常は片側に車線以上の広さがあり、自転車や歩行者のための速道などを備え、街路樹など景観にも配慮がされる。もともとは19世紀パリで構築されシャンゼリゼ通りを代表例とするスタイルだが、都市計画上の手本とされるようになり、こうした高規格の大通りをブールバールと呼ぶ例が、 フランス各地や世界各国にも存在している。マルセイユのロジブルバールでマガイジョン案内、ブルバールは、城壁上の通路を指す語であったが、パリでは、ルイ14世が城壁を壊して、跡地を道路としたことから大通りを意味するようになった。19世紀ナポレオン3世一家のセーヌ県知事、ジョルジオスマンが取り組んだパリ改造によって、城壁とは、無関係に、 新たな大通りが作られ街路樹などが整備された。パリでは1860年以降、環状街路に、ブールバール、放射状街路に、アベニューと名付ける規則になっているが、それ以前に作られた大通りには、例外もある。なお、南仏のマルセイユやトゥーロンなどでは、街路樹のないような小さな街路にも、ブールバールと名付けられている例がある。BVD、または、 bd と省略表記される。英語圏では、ブールバードのように発音し、しばしば、ブールバールと省略表記される。区分としては、住宅エリアや商業地区から、通過交通を分離するための道路であり、植栽などがある、中央分離帯がある道路とされている。日本でいう、バイパス道路の概念に近い。 特に都市計画に基づいて町が形作られてきた米国では、下記のような区分で通りが名付けられる傾向にある。基本概念は、ロードとストリートであり、通りの広さや形状、立地に応じて名前が派生していった経緯がある。イギリスでは、ブールバードという語は通りの名に使われず、そう呼べるような高規格な街路自体があまり一般的ではない。 例えば、オックスフォードストリートは、ロンドンを代表する大通りであるが、道幅は狭く街路樹も一部にしか存在しない。ロンドンでは1666年の大火事の後に、大規模な街路整備が計画されたものの、実現しなかったのである。ノッティンガムやミルトン・キーンズなどで規模の大きな例を見ることができる。アイルランドでも同様であるが、ダブリンには、 ブールバール式の巨大な街路があり、また近年の住宅開発に伴って、ブールバードと名付けられた通りが増えてきている。アメリカ合衆国やカナダでは、通りの名称として非常に普及している。シカゴやシアトルは大規模な街路で構成された都市として、著名な例である。しかし、 カリフォルニア州でのように、大通りだけではなく、山間へ続く二車線道路にまで名付けられている場合も、ある。オーストラリアでは、ブレバルドと綴る例が多いほか、ブールバール式の街路が、各地に存在している。ロシアのモスクワには、パリ同様に城壁の跡地を整備した環状の、大通りがある。オーストリアウィンのリングシュトラーセや、イタリアフィレンツェの環状道路も、 城壁の跡地を大通りとして整備したものである。ドイツベルリンのカールマルクス通りは、ブールバール式の巨大街路として有名である。スペイン語圏では、ブーレーバルと呼ばれ、BLVR と省略表記される。ポルトガル語でも、ブーレーバルとなるのだが、ブラジルでは、ブールバールと綴る場合が多い。イスラエルのテルアビブは当初ブールバール式の街路を、 用いて計画された都市であり、現在でもそうした街路がテルアビブを印象付けている。中でも、ロスチャイルド・ブールバードは、目抜き通りとして有名である。これは、ロスチャイルド家のエドモンド・ジェームス・ロスチャイルドの功績を、称えて命名された。台湾では、台北市の球場壁の跡地を利用して作られた山線道路が、ブールバール式の街路として知られている。また、 高尾市の MRT の駅に、ビレー島という駅がある。ブールバール広小路や大通りに相当するが、日本にもこの名称を持つ道路がいくつかある。また、市外保険の在日米軍基地内にブールバールを、称する道路がある。ありがとうございます。